はい、グラフパネットワークの10回目の講義を始めていきます。今回は連結性の話になりますけども、ここに種よりとモデル化と書いてあるんですけども、このモデル化というのはですね、連結性を使って何か別のことをモデル化するというわけではなくて、前回までやっていたですね、最大流の話ですね。最大流の話のモデル化として、この連結性が現れてくるということになります。ので、ちょっと今までとこのモデル化という言葉の使い方の意味が違うんですけども、その点はご注意ください。はい。で、今日はですね、何を目標としていくかというと、まずそのグラフの連結性っていうものが何なのかということを理解して、その言葉を正しく使えるようになるということを目標にします。で、もう一つはですね、この連結度というのがあるんですけども、それに関して、メンガーの定理という重要な定理があります。で、これは最大流と関係が深いんですけども、その関係をちゃんと理解すると。ということになるということです。はい。すべてですね、これは、初回というのは0回目ですね。0回目にもちょっと出したような図なんですけども、センサーネットワーク、センサーがばらまかれているというような状況を考えて、で、近くにあるセンサー同士は、通信できるということを考えると、その通信できるセンサー同士を、変で結ぶとグラフができるというわけでした。で、このグラフの中で、どのような、この通信を行うのかというときに、この今あるグラフの部分グラフを取り出して、その上で通信を行えば十分でしょうという話をしまして、そのときにですね、全員一致という、概念を使いますという話もしました。木のときの話でしました。では、これ、一つの全員一致ですね。ただ、ですね、これ全員一致というのは、非常にですね、脆弱なんですね。脆弱というのはどういうことかっていうと、何か故障が起きた時にすぐ通信ができなくなってしまうという欠点があります。例えば、リンク故障と呼ばれるような故障があるとします。リンク故障っていうのは、例えばこの辺がですね、使えなくなる。どういう理由で使えなくなるかわかんないですけども、ここがうまく通信できなくなるってことがあると。で、そうすると、この左側の4つのセンサーと右側の4つのセンサーの間も、今考えているこの部分グラフを使って、通信を行うということができなくなるわけです。で、そうすると困っちゃうわけですね。こんな感じですね。で、そういうことがあると困っちゃうので、こういうそのリンク故障があってもですね、通信できるような部分グラフを取ってこれるといいかもしれないわけです。で、例えば、こんな感じでですね、今、この黒い辺のところを選んできているわけですけども、これは今、全機器を選んでいるわけではないわけです。経路がありますからね。全機器を選んでいるわけではないんですけども、今こういうふうに選ぶと、これ何ができるかというと、どのような1個のリンクが故障したとしても、ここ全体としてはまだ連結であるという性質を保ち続けます。今このリンク経路としても、これ連結ですね。別のところでしょうね。別のところですね。で、こんな感じで、今からですね、この連結度って、変連結度って言葉を定義するんですけども、これは、リンク故障に対する耐性を表す数です。リンク故障に対する耐性を表す。だから、どれだけそのリンク故障が起きても、全体としてまだ通信できますか、連結でいられますか、ということを表す数になります。今はですね、このリンク故障を考えていたんですけども、故障するものはリンクだけじゃないですね。いわゆるノード故障っていうのもあるかもしれません。それはどういうことかっていうと、もうこのセンサー自体が壊れちゃう ってことですね。これかなり困りますけども、センサー自体壊れちゃう。で、そうすると、この場合、また、今の、前期じゃないですけども、先ほど作った部分グラフでも、この一つノードが故障してしまうと、やはりこの左側と右側の間で通信ができなくなってしまうということですね。で、これもやっぱ困ってしまうわけです。で、そうすると、このノード故障に対しても耐性を持つようなネットワークが作れると嬉しいなということになるわけです。部分グラフですね。で、例えばこんな感じで、取っていきましょう。で、そうすると、これは、どの一つのノードが故障しても、残りの部分が通信ができるというような形の部分グラフになっています。例えば、ここ、故障したとしても、これが順序書いても、全体としてはまだ連結になっているということですね。今の場合は、このどのノードが故障しても、どのセンサーが故障しても大丈夫。残りのところが通信し合えるという形になっているんですね。
で、これに対応する概念が点連結度というものになります。濃度故障への耐性を表す数です。でですね、今、その変連結度っていうのは、リンク故障に対する耐性。点連結度っていうのが、濃度故障に対する耐性を表すというふうに、まあ、言ったんですけども、まあ、これ、このイメージをですね、持って、今から定義をしていくので、それを理解してください。はい。ではですね、今から、まず、グラフの連結性と連結度。ちょっとこの二つはですね、違う意味を持つ言葉なんですけども、これを定義していきます。で、まあ、まず、まあ、今日はこの定義をしっかり理解すると重要で、ですね、ややこしいんですね。ややこしいっていうのは、いろんな言葉が出てくるんです。で、基本的に4つのバージョンがあるんですよ。4つのバージョンって何かっていうと、まずその考えるグラフ。考えるグラフが、無効グラフなのか、有効グラフなのか。で、もう一つは、その考える故障ですね。で、考える故障が先ほどのようなリンク故障なのか、濃度故障なのか。そうするとですね、まあ、今これ表を書いてるんですけども、この4つのですね、対応する概念が現れてくるわけです。で、説明する順番は、まず向こうの場合を説明するのが1番目ですね。で、濃度故障が2番目。で、次に有効グラフの場合を、紹介するので、ここが3番目、4番目と。まあ、こういう順番で、定義をしていきます。はじめに紹介するのは、無効グラフのリンク故障に対応する無効グラフの変連結度というものになります。で、まず、じゃこれを紹介します。はい。でですね、そのためには、なんかその、故障をすると、非連結になる、非連結、その連結なくなるっていうような、ですね、考え方をするので、その、故障をするところのことに、まあ、名前をつけます。で、それはですね、変部分集合を故障するので、その変部分集合がその何とかであるというような定義をするわけです。で、ここでやるのは、ST 非連結化集合という言葉の定義です。で、状況はまずどういうことを考えているかというと、まず向こうグラフがあります。ですね。V が頂点集合で、E が変集合です。で、この向こうグラフの2頂点に異なるもの、ST があるとします。S と T です。で、その時に、ST 非連結化集合っていうのは何かっていうと、これは変部分集合です。ラージ F に書いてます。で、どういうものかというと、G-F。つまり、グラフ G から F に入っている辺を全部削除します。取り除きます。で、その結果できたグラフが G-F なんですけども、そこにおいて、S と T を端点とする道がない。この時に、その変部分集合 F のことを ST 非連結化集合と呼びます。今ですね、こうした例なんですけども、この BJ 非連結化集合を考えます。B という頂点と J という頂点があるんですけども、で、ここでですね、青い辺がこう4つあります。で、この青い辺からなる集合は BJ 非連結化集合になります。なぜかというと、この青い4つの辺をこのグラフから取り除くとこうなるんですね。で、そうすると、B から J に向かっていくような道がなくなるところです。まあ、まあ、イメージで言うと、この B を使う、含む連結成分と J を含む連結成分が異なるということになっていますね。という形で、先ほどの4つの変化なる集合は BJ 非連結化集合ということになるわけです。いいですか？はい。それで、ST 変連結度といったら、ST 変連結度といったら何かというと、G の ST 非連結化集合の要素数の最小値です。だからですね、ST 非連結化集合っていうのは、まあ、たくさんある可能性があるわけです。その中で一番要素数が小さいものを取っていきましょうっていうのが、ST 変連結度になるわけです。だから、まあ、この例でですね、今この B と J の間で通信を行いたいんだけども、その時のそのリンク故障として、どこが起きたら、その通信できなくなりますかっていうことを考えるんですけども、その、壊されるとまずい。変集合の要素数の最小値が、この ST 変連結度、BJ 変連結度になるわけです。で、先ほどですね、この青い4つの辺、これは、BJ 非連結化集合であるというふうに言ったわけです。で、そのことから何がわかるかっていうと、あ、その前にまず、記法ですね。で、この ST 変連結度のことを、これラムダで
表すことにします。まあですね、ちょっと、まあ、今からちょっと変なこと言う、変というか、本質的じゃないこと言うんですけども、その、連結性とかですね、連結度に関わる用語とかですね、記号っていうのは割といろんな本とか論文で異なる場合が多いです。で、ここで、この講義で今から使っていく記号っていうのは、まあ、ある一つの流儀に従ってるんですけども、他の本とか、他の論文とかにおいては、違う記号で同じ概念のことを表すことがあるので、それには注意をしてください。で、この講義ではダムダーで表すことになります。で、まあ、G でこのグラフを流して、S と T でこの ST 変連結を表すんだということを言います。で、この場合ですね、今、このグラフの例の場合、B と J。S と T を B と T だと思ったときに、このラムダ GBJ、BJ 変連結度は何でしょうとか考えたときに、先ほどもですね、この青い4つの辺からなる変分集合は BJ 非連結化集合でしたので、そのことから、この BJ 変連結度は4以下であるということがわかります。今、この集合の予想数4ですから、こういう4なんですけども、もしかしたらこの集合よりも要素数が小さな BJ 非連結化集合っていうのはあるかもしれないです。だからここは、不等号になっているというわけですね。不等号になっているわけです。じゃあ、この要素数が4よりも小さな BJ 非連結化集合はありますかと今からこう考えるわけです。そうするとですね、これあるんですね。例えば、まあ、こんなところの3つでしょ。1、2、3。この3つの辺取り除くと、やっぱり B からJ に行くことできなくなります。できなくなるので、このような BJ 非連結化集合の存在から、この BJ 変連結度は3以下であると分かります。もしかしたらこの3よりも要素数が小さな BJ 非連結化集合あるかもしれないわけです。じゃあありますかと考えるわけですね。そうすると、あるんですね。ある。例えば、この2つですね。この二つの辺を取ってくると、これは、また BJ 非連結化集合になっています。で、この要素数2ですから、このような BJ 非連結化集合が存在するということから、このラムダ、G、BJ、BJ 変連結度は2以下だとわかります。で、実際はですね、要素数が1、あるいはそれよりも小さい BJ 非連結化集合が存在しないということが言えるので、これは、これでの BJ 変連結度は2に等しいということが、まあ、結論としては言えます。ただ、なんでそれが等しいのかということは、実はあの後の話になってきます。はい。で、これは局所的部分的なリンク故障体質であります。これはその B と J という2つの頂点の間の、リンク故障体制を表しているんですね。その全体的なリンク故障体制ではなくて、この2つの頂点間の、だからそういう意味で局所的とか部分的というふうに言ったわけです。リンク故障体制を表します。だから、2つ、取り除くことによって、B と J の間、道がなくなるってことはあり得るんだけども、別に言い方すると、一つだけ辺を取り除くことによって、B と J の間を、の道をなくすことはできないということになるわけです。それが、まあ、この辺連結度の言ってることだと思ってください。ですから、辺連結度の目だってことは、この二つの辺を取り除くと、B と J の間の道はなくなるんだけども、どの辺を一つだけ取り除いても、一つだけだったら、B と J の間の道をなくすことはできません、ということになるわけです。いいですか？はい。で、これは局所的なリンク故障体制を表すと言ったんですけども、それはですね、全体、グラフ全体で一番弱いところはどこですかっていうのを聞くのが、この帯域変連結です。帯域変連結です。で、帯域変連結度はここに書いてるんですけども、これ定義ですね。これ定義です。定義です。何かというと、このラムダ GST ですね。ST 変連結度を、この ST に対しては全部集めてきて、その中の最小値を取るというふうに書いてるわけです。いいですか？いいですか？これが帯域変連結度です。あるいはですね、まあ、単に変連結度。G の変連結度というですね。だから、この最小値っていうのは、この S と T っていうのには依存しない、グラフだけに依存する数になります。数値になります。ですか。だから、まあ、ラムダ G と、こういう形で書くわけです。
ですか。そうするとですね、例えば、今先ほど、BJ 変電結度は2であるというふうに言いました。ここですね。このことから、この最小値ですね、このラムダ G ST の最小値は、つまりこの帯域変電結度は2以下だということがわかります。いいですか。で、もしかしたら、この BJ 以外の2つの頂点を選んでくると、この局所的な変電結度が1になるかもしれないです。まあ、0かもしれない。で、そういうような2つの頂点ありますかっていうことを、まあ、考えるわけです。で、そうするとですね、実はありまして、例えば、A と F っていうのを選ぶと、この一辺を選んで、これを取り除くと、A と F の間の道がなくなります。ということなので、このラムダ G っていうのは、このラムダ GAF である AF 変電結度である1以下になるということが言えるわけです。で、実際、0ではないということも言えるので、これイコール1になるということになります。だからこのグラフ全体を見てですね、どの2頂点の間が一番弱いのかっていう、弱いとその、どの2頂点間のその故障体制が、リンク故障体制が一番小さいのかっていうのを見て、その一番小さいところを書いているのが、このラムダ G。帯域変電結度になるわけです。いいでしょうか。いいですか。はい。だからですね、ちょっとまあこういう言い方がいいかどうかわかんないんですけども、なんでしょうね。なんだろう。テロリスト的な見方っていうんですかね。なんかこういうなんかネットワーク、グラフがあったときに、まあこれ、壊したい っていう、人がいたら、まあ、その壊すっていうのは、まあ、いろんな定義があるかもしれませんけど、まあ、そのなんかリンクを攻撃してですね、どこか、どこでもいいので、その通信ができなくなるようなところを作りたいっていうことがあったとすると、その時に狙うのが、この辺ですと。この辺を狙えば、その A の部分と、この部分と、コミュニケーションできないようにできますと。いうことで、まあ、そのテロリストの観点から立ったときに、その攻撃する場所の個数、辺の数を表しているのが、その一番なんと効率的にその壊せる、効率的に通信を働かせなくできる部分の数っていうのが、この帯域変電結合ということになるわけです。いいでしょうか。今なんかそのテロリストのっていう言い方すると、なんか我々はなんかこの、我々は私がなんかこのなんかテロ行為を推奨しているように聞こえたんですけど、そういうことじゃなくて、今こういうそのネットワークを運用している側からすると、そういうところに弱いところがあるんだってことが事前にわかるわけです。こういうその量を、大気圏の熱度っていうのですね、分かっておけば、そこにその、まずいところがあるんだってことがわかるので、それに対して、まあ、事前に対策を立てるってことができるようになるわけです。そういうふうに、その、この現在、まあ、例えば運用している、あるいはその計画しているネットワークの評価とか、まあ、だから事前評価ですね。事前評価とかに、まあ、こういう考え方が使えるというふうに思ってください。何かをですね、こちら設計したりするときには、その、なんだろう、その相手方の、考えに立ったことをしないとですね、大体ダメなわけですね。そうしないといろんなところで脆弱性が出てきたりして、実際に運用するとまずいことが起きてくるということがあるわけです。なので、まあ、そういう視点で捉えてください。はい。で、これは帯域変電結度っていうのを定義したんですけども、この変電結度っていう言葉と、まあ、次に挙げる、軽変電結であるという言葉はちょっと近いんですけども、響きが近いんですけども、これは全然違う概念なので、ちょっとこれは、注意したわけです。で、K という自然数がありまして、このグラフが K 変電結であるというような言い方をしますけども、じゃあどういうことかというと、今言った帯域変電結度が K 以上であることを言います。先ほどのグラフですね、これは、変電結度、帯域変電結度が2だったわけです。わかりますね。帯域変電結度が2だったわけです。ってことは何なんだかというと、どの一つの辺を壊しても、全体としては、連結のままになるということが、このイコール2であるとからわかるわけです。イコール2であるということがわかるわけです。ですか。ということなので、このラムダ G が K 以上であるというのはどういうことかというと、言い換えると、これ、つまりなんですけども、要素数 K-1 以下の変部分集合を除去しても G を非連結にできない。非連結にできないということが2つ、
規定があるのはちょっと分かりにくいですけども、連結のままであるということです。G が連結のままであるということになります。ですか。K 低い、だから今このグラフの場合は、ラムダ G は2なので、これは2辺連結です。ラムダ G は2以上っていう条件を出しましたから、2辺連結です。あ、ごめんなさい。待ってくださいね。すみません。今、私は間違ったわけですね。すみません。何を間違ったか。イコール2じゃなくて、これ1ですね。すみません。間違ってです。イコール2ですね。すみません。だから、もう一度言うと、これ、この K を1とすると、この不等式、成り立ってますから、このグラフは1辺連結です。1辺連結ですけども、2辺連結じゃないです。この K を2としたら、この不等式は成り立たないからですね。ただ2辺連結だから、どの1つの辺を除去しても G が連結のままであるっていう状、性質は成り立たないわけです。なんでかっていうと、この A と B を結ぶ辺を削除すると全体が非連結になるわけです。A の部分と残りの部分に分かれるということですね。ですか。で、今までですね、G が連結である。っていうような言葉。これを、定義してました。紹介しました。今、どういう、定義だったかっていうと、G の任意の2乗転換に、内が存在すると。ですか。ということでした。で、連結であるってことと、一辺連結であるってことは同時です。なぜか、一辺連結とは何かっていうと、この上に書いてあるつまりのところを見ると、要素数1-1以下の辺部分集合を除去しても、G は連結のままであるということです。で、1-1は0です。から、要素数0以下の辺部分集合を除去するってことは、つまり何も除去しないわけです。除去しないときに G がそのまま連結されることを意味するということになります。ですか。だから、この定義から連結であることと、一辺連結であることは同時です。ですか。ただし、二辺連結であるときですね。どうするか。G が連結であったとしても、二辺連結であるとは限りません。だから、ちょっと待ってください。これは、言ってることが、はいですね。合ってますね。まあ、G が2辺連結だからといって、ごめんなさい。G が連結であるからといって、2辺連結であるとは限りません。だからそうか。重要なことを言うのは何かっていうと、これ K っていうののこの不等式があるから、例えば、ちょっとこれ一般論ですね。この例ではなくて、G が、どうしようかな。例えば G が3辺連結。ならば、G は、二辺連結になります。いいですか？なんでかっていうと、G が三辺連結であるってことは何かっていうと、このラムダ G が3以上なんです。で、3以上であれば、その数値は2以上でもありますから、二辺連結があるわけです。ってことは、これは、すなわち、G は一辺連結であるとなります。いいですか。あ、気分としては、一辺連結だってことは、G は連結だってことと同値なんですね。この先生だことから。気分としては、その連結な向こうグラフ。ここ書こうかな、ちょっと。私もそうだね。連結な向こうグラフが、連結な向こうグラフ全体の集合っていうのがあるとします。これが集合かどうかっていうのは私は別の問題なんですけど、その集まりがあるとします。連結な向こうグラフ全体の集まり。だから、ここの中に、一個一個。この中の一個一個の要素が連結なグラフであると思ってください。通じるかな。で、その中に、二辺、連結なものがあって、で、その中に、
三平連結のものがあって、なんかこんな感じで、そのなんか対称化されてるんですね。三辺連結のものがあって、その中に四辺連結のものがあって、その中に五辺連結。だからこんな感じ、こんな感じになっていきます。で、まあ、こういうイメージを持ってください。だから、三辺連結だったら二辺連結です。二辺連結だったら連結です。ですか。よろしいでしょうか。今のが辺の話です。だから、リンク故障に対応する話。で、今から、で、次にあるのは、点連結度。だから、点の話ですね。ノード故障に対応する話になります。で、ノード故障の場合は、だから頂点が壊れるわけですけども、そのまあ、壊れる頂点の集合のことを、また名前付けるわけです。で、それはですね、今度分離集合っていうふうに言います。辺の場合は非連結化集合っていうふうに言ってたんですけども、頂点の場合は分離集合っていうふうに言ってます。でですね、やりたいのは、なんか ST 分離集合っていう言葉を定義するんですけども、まあ、気分としては、それは頂点部分集合で、その頂点を取り取ったら残ったところで S と T の間を結ぶ辺がないということを言ったわけです。で、そうするとですね、今度頂点を取り除くので、ちょっといろんなことを、注意する必要があります。で、まず何かというと、S と T、そのものも頂点であって、その除くものも頂点ですから、S と T、この2つその頂点の間の道があるかどうかということを考えたいわけですけども、その S と T そのものを取ってしまったら、わけわからなくなっちゃうので、そういうことはやめましょう。だから、取り除く頂点の集合、ラージ S っていうのは、S と T を含まないものとします。だから、V-ST の部分集合だというふうにします。で、もう1個。S と T っていう頂点を考えるんですけども、そもそもこの S と T の間に辺があったら、他のどの頂点を取り除いても S と T の間の道っていうのはなくなりません。この道がずっと残り続けるわけです。そうすると、やっぱこの分離というか、この道をなくすという意味が、意味がなくなっちゃうわけです。ということがあるので、S と T の間に辺がないと仮定します。それここですね。今、S と T というのは異なる2頂点なんですけども、その間に辺がないということも仮定します。それで、もう一度言いますと、辺が引かれてない2頂点、S と T を考えたときに、S と T を含まないような頂点の分離集合、ラージ S を考えます。で、これが ST 分離集合であるというのは何かというと、このグラフから S という頂点集合を取り除くことをしたときに、S と T を端点とする道が存在しないこと。です。で、もう一度ちょっとですね、G-S っていうのは部分だというと、S と S の頂点に接続する辺を G からすべて削除する。してできたグラフ。ことになります。で、そうすると、どういうことになるかっていうと、今この下の例ですね。今この G と K っていう頂点、これが S と T だとしましょう。この時に、今この C、I、L っていう3つの頂点の集合、これをラージ S としましょう。そうすると、この3つの頂点からなる集合は GK 分離集合になります。なぜかというと、これを取り除きますと、どんな感じになるか、こんな感じに、こうなりますね。で、そうすると、この G と H、K を含む2つの、連結成分が出てきまして、G と K を結ぶような道がないということがわかります。ですね。だから先ほどの3頂点は、GK 分離集合になるということになります。いいですか？でですね、先ほどの、辺連結図の時と同じように、今度は点連結図というのを定義します。で、それは、多分 ST 点連結図というその局所的なノード故障に対応する数値をまず定義するんですけども、それは ST 分離集合の要素数の最小値です。ですね。先ほどの言い方ですね。同じように、点連結図の場合には、カッコという記号を使います。ですね。辺連結図の時はラムダだったんですけども、点連結図の時はカッコを使います。これもいろんな流儀があって、そうじゃない記号を使う本や論文もあるんですけども、この講義ではカップを使っていきます。で、先ほどのですね、CIL っていう3つの頂点からなる集合。これは GK
分離集合でしたから、そのことから GK 点連結ですね。解 GGK というのは3以下だと分かります。ですね。この不等号ですね。3以下だと分かります。もしかしたら、要素数が3よりも小さな GK 分離集合はあるかもしれないですね。で、そのあるかなってことを、ちょっとこのグラフを見て、じっとこう、考えるんですね。で、そうするとですね、見つかるんですね。なんてことでしょう。例えば、この GH、この2つの頂点部分集合をラージエスだとすると、これが GK 分離集合になります。ので、この GK 点連結度は2以下になります。で、実際これがイコール2になることもご証明できます。証明できます。これはまた後の話なんですけども、これをどうやって証明するのかということが後の話になります。でですね、これが ST 点連結度の定義です。ですか？そうすると、これはその局所的なノードと故障体制を表すといっても、じゃあ対比的なものも定義してもらう。それが対域点連結度です。あるいはですね、これをですね、単に点連結度と呼ぶこともあります。で、このですね、対域点連結度ってのはちょっとややこしくって、まずここに書いてある定義を読みますね。その向こうグラフの対域連結度っていうのは、これが完全グラフではない場合、まず定義を読みます。なんでこういうことをやるのかと、あと説明します。で、これは何かというと、このカッパ GST という、ST 点連結度の S と T の選び方に関する最小値です。ですね。で、S と T は何だったかというと、異なる頂点であり、さらに S と T が辺で結ばれてない、そういうものを全部考えるということになるわけです。ですか？で、その時に、例えば、このカッパ GST が定義されている ST だけに制限して、この最小値を考えるということにします。これがカッパ G です。で、これは完全グラフではない場合、G が完全グラフではない場合というふうに書いてるんですけども、なんでこうするかというと、もしこれ G が完全グラフであると、ここに書いてある条件を満たす S と T というのが一つもない。選べないということになります。で、そうすると、この対域点連結度が完全グラフに対して定義できなくなってしまって、で、そうするとですね、いろんなことで困るんですよ。何が困るかというと、困るとしか言いようがないんですけども、いろんなことで困るんですね。で、一つ困るのは何かっていうと、いろんな定理、その対域点連結度に関する定理を書くときに、この完全グラフだけ、例外にしなくちゃいけない。実は、いろんなところで実際例外になるんですけども、同定義しようが、同定義しようが、今のは言い過ぎですけども、いろんなところで例外になるんですけども、困るので、ちゃんとその、完全グラフの対域点連結度っていうのを別に定義します。で、その別の定義っていうのが、ここに出ております。頂点数 L の完全グラフ KL に対して、KL の対域点連結度、これカッパですよね、を M マイナス1と定義するというふうにします。で、なんでこうするといいのかっていうのは、また後で説明します。はい。そうですね。例えば、このグラフの場合、先ほど、GK 点連結度は2っていうふうに言ってたんですけども、実はこの AH 点連結度ってこれ1になります。1になります。で、実際これ前提としては、これは連結なので、ですね、点連結度、対比点連結度はこれ1になるということが言えます。言います。ゼロではない。で、先ほどですね、変電結論の時にも言ったことがあるんですけども、何かっていうと、それは後、次の話です。すいません。それは次の話になりまして、で、このように、対比点連結度は定義します。いいですかね。だから、この見た目は、対比変電結論の時と同じような話で定義していると思ってください。いいですか。で、次にあったのは、変電結度の時には、その次に、経変連結であるという性質を定義したんですけども、同じように、ここでは、経点連結であるという性質を定義します。で、それは、帯域点連結度が経以上であること、になります。つまり、要素数 k-1 以下の頂点部分集合を除去しても、G は連結である。ここは、ちゃんと肯定で書いてますね。G は連結だとなります。で、先ほど変電結性の時とも同じように、
この点連結においても G が連結であることと G が一点点結であることが同時であることが言えます。ですね。この K が1だったら、この 1-1 が要素数、要素数 1-1 が、頂点分集合を除去するってことは、要素数0の頂点分集合を除去すると言ってるので、それはまあ除去しないことと同じなわけです。だから G が連結という部分だけが残って、この同時で言えます。で、先ほどと同じように、例えば、G が三点連結であるならば、G は二点連結です。であり、そこからやっぱり G は一点連結であるというふうに、こういうふうにして、階層的になっているということが、定義からわかります。で、一点連結であるということは、G が連結であることと同値。いいですか？こんな感じになります。はい。それの階層構造が、階層的になっているということは、同じですね。点連結性と。はい。よろしいでしょうか。でですね、今、その、辺連結性とか辺連結度というとかと、点連結とか点連結度っていうことを、定義したんですけども、ちょっとまとめました。対応ですね。非連結化集合に対応するのが分離集合。点連結に対応するのが点連結。こんなですね。ラムダに対応するのが、こんな感じですね。で、もう一つ、注意をしておきたいのは何かっていうと、この連結度その前に辺がつく場合と、点がつく場合ありますけども、という言葉の付け方と、この下にある、なんとか辺連結とか、なんとか点連結が、同じだと。なんか、形であるという、こういう日本語の付け方ですね。ちょっと連が効かないんで、書き直すの。まあ、今更、字が来てないとかって言い出してもしょうがないですけども。なんかこの、あれなんですよね。まだこの、オンラインの形になれないというか書きづらいんですけども、まあそれ置いといて。この点連結度や辺連結度っていうのは、これは数です。だからその0、1、2、3、4とかっていうのは整数として値が決まるものなんですね。で、下のこの、経辺連結であるとか、経点連結であるっていうのは、これは性質なわけです。だから、性質っていうのは、成り立つか成り立たないか、true か false か、真か偽かとか、そういうことなわけです。そういうものなわけです。だから、その、なんだろう、型が違うというか、まあ、そうですね。ということなので、その連結どうかって言ったら、これは、数なんだ、数なんだと思ってください。で、連結であるっていう場合には、性質だというふうに思ってください。その点に注意をしてください。はい。で、それでですね、今まで話してきたことは、無効グラフの話だったわけです。で、同じことがですね、有効グラフに対しても定義されるということになりますので、それを今からやっていきます。それはこうですね、有効グラフの、まあ、高連結度、点連結となります。まあ、有効グラフに対しては、辺と言わずに個というふうにしていましたので、高連結になります。で、そうするとですね、まずですね、有効グラフに対して、有効グラフが連結であるという言葉をまず定義していなかったんですね。で、これはまた問題なわけです。今まで、その無効グラフが連結であるという言葉は定義して使っていたんですけど、有効グラフが連結であるということはまず定義していなかったので、それをまず定義します。で、ですね、有効グラフの場合には、普通ですね、普通で、じゃあ、順番をちゃんと整理しますね。無効グラフの時の連結であるという性質の定義をそのまま有効グラフに持ってくると、それはですね、このグラフの言葉では、よくその伝統的に強連結であるというふうな形で呼ばれる性質になります。で、それが普通に使われる言葉なので、普通にというかその、普通に使われる用語なので、それをまずここで定義します。で、有効グラフが強連結であるとは、どういうことかというと、それは先ほど言った通り、無効グラフにおける連結であるという性質の定義をそのまま有効グラフに持ってきたものです。
何かというと、任意の2頂点 UV に対して、U を始点、V を終点とする U コードが存在するわけです。で、これは、いろんな注意が必要で、何かというとですね、今 U と V っていうのは、任意なわけです。要するに任意だから、ちょっとどうかな。任意なので、で、まあ、こうなんか2つ頂点があったとして、じゃあこの2つの頂点が、じゃあ仮にじゃあ X、Y だとしましょうと。で、この定義がですね、U と V を取ってくるんですけども、U を X、V を Y だとしましょうと。そうしたら、何を言ってるかっていうと、X を始点、Y を終点とするコードを存在しなくちゃいけません。だからなんか、X から Y になんかこういけると。この、こう辿っていけるということを意味します。で、この U と V の選び方として、U を Y だと思って、V を X だと思うように、この任意の U と V を取ってくると。すると、これは、Y を始点、X を終点とする U コードが存在しなくちゃいけないと思います。だからこんな感じですね。ですか。だから、この定義においては、二つ頂点を取ってきたら、両方向に、有効度が存在してなくてはいけないってことを言ってるので、それにまず注意をしてください。いいですか。それに注意をしてください。そうすると、今ここに書いてある、この、有効グラフ。これはですね、パッと見よくわかんないんですけども、これは実は共連結ではないということです。なんでかというと、今 H に注目と書いたので、何に、この H という頂点を見てほしいんですけども、例えば、H と F を見たら、F から H にはいけるんだけども、H から F にはいけないんです。H を始点、F を終点とする有効度が存在しない。なんでかっていうと、H の次次数、H を始点とする、コアがないからですね。ですか。だから、なんか、この、見た目は、その、なんだろう、連結っぽいな、繋がってるっぽいなっていうふうな、繋がってるっぽい、そういう日本語があるのかな。まあ、繋がってるような感じはするんですけども、ちゃんとこう定義に照らし合わせて考えると、この左側の有効グラフは共連結ではないということになります。いいですか。で、一方で、この右側ですね。これ共連結なんですよ。なんでしょうね。これは共連結であることを確認するのが大変なんですね。大変なんですよ。大変なんですけど、一番実際これ共連結です。だから、この有効グラフの連結性っていうのは、先ほどの、なんだろうな、無効グラフの時の連結性、だから連結性か連結ないか。っていうのに比べて、見た目でパッと判断するっていうのは難しくなります。ですか。だから、その点は非常に慎重になる必要があるんですけども、これはですね、共連結なんですね。共連結であると言えるんですけども、ね。そういうふうに作ってるんで、共連結なんですけども、まあ、だからまあ、勝手に2つ焦点選んでくると、まあ、これを E から G に向けるし、G から E に向ける。こんな感じですね。で、これは、どの二つの焦点を取ってきても言えるということになるわけです。ですか？だから、皆さんもぜひ、好きな二焦点を取ってきて、ちゃんとその間、両方向に意識できるかってことをちょっと確認してみてください。はい。で、ここに注意があります。これ、グラフ、向こうグラフの連結性の時にも言ったんですけども、グラフが連結しているっていうこというふうな言い方はしません。連結であるっていう言い方はしますけども、連結していると言わないんですね。で、有効グラフの時にも、共連結であるという言い方はしますけども、共連結であるという言い方はしますけども、共連結しているという言い方はしませんので、まあ、それは注意してください。言葉の使い方をして注意してください。はい。で、これで、まあ、連結性の定義ができたので、これをもとにして、そのリンク故障や、ノード故障の話をしていく。そうするとですね、今からやっていくことは、まあ、向こうグラフの時と同じことをやると、その有効グラフに対して。という形になります。で、それを今からやっていきましょうということになります。はい。ではですね。まずその、辺じゃなくて、個ですね。有効グラフ。有効グラフの、その、リンク故障に対応する概念として、この ST 非連結化集合を考えます。で、これはですね、また、個部分集合になります。で、これを取り除いたときに、S を始点、T を終点とする有効度が存在しなくなったら、これは ST 非連結化集合になります。
今書いてますね。この青い3つの項からなる集合は E 系非連結化集合。つまりこれを取り除くと、この3つの項を取り除くと、E を始点、K を終点とする有効度がなくなりますとですね。実際にじゃあ取り除くとどうなるかというと、まあ、こんな感じになります、ね、で。そうするとですね、E からを始点として、まあ、行けるところまで行く。これ、まず D に行けて、で、D から行けるのは C しかなくて、で、C から行けるのは G しかなくて、こんな感じですね。あ、A も行きますね。A も行きますね。B も行って D も行く。だから、E からスタートすると、行けるところここに決まっちゃうわけです。で、これ K には行けないから、確かに先ほどの3つの個からなる集合は E 系非連結化集合であると。いいですか？で、注意しなくちゃいけないのは、今、この3つの項を取り除いたら、S を始点、P を終点とする、つまりその E を始点、K を終点とするような道がなくなったんですけども、K を始点、E を終点とする道はあります。有効度はあります。実際にちょっと色を変えて書くと、K をからスタートして、まあ、L に行って、ちょっとこの中、丸の書き方がある。L に行って、I に行って、J に行って、F に行って、E。こんな感じなんですね。だから、先ほど、向こうグラフの場合には、その2つの頂点の間を結ぶ道っていうのは、あったとすれば、それはそのまま両向きに行けたわけです。でも、この有効グラフによっては、E から K に行けなかったからといって、K から E に行けないわけではないので、それは注意をしてください。そして先ほどのその強連結性の定義の時にも、そういうことあったわけですね。あるところから H には行けたんだけども、H からこのところ行けないということですね。ということなので、この ST 非連結化集合っていうときの ST っていうのはこれ順番が重要です。つまり、ST 非連結化集合と、TS 非連結化集合は別のものです。有効グラフにおいては別のものですね。別のものってどういう意味かというと、ST 非連結化集合が TS 非連結化集合になっているとは限らないということです。一方で、今言ってみたように、向こうグラフの場合には TS 非連結化集合と ST 非連結化集合は同じものになります。同じものというのは、つまり ST 非連結化集合は必ず TS 非連結化集合だし、TS 非連結化集合は必ず ST 非連結化集合になります。ですか。で、この点が、ちょっと有効グラフの中の話と、向こうグラフのような話をちょっと、まあ、非対称にするというか、ややこしくしますので、その点は注意してください。はい。で、今、非連結化集合を定義したので、それに対して、局所的なリンク故障体制を表す、コ連結度というのが定義できます。で、言い方はその ST コ連結と言います。で、これは ST 非連結化集合の予想の最初です。だから、この、日本語は、向こうグラフの時と同じですけども、その非連結化集合の定義が、それと、先ほどとちょっと違ったところに注意して、注意をしてください。はい。で、記号としては同じ記号、ラムダを使います。ですね。先ほどの例で言うと、まあ、E と K、E から K に行けなくするにはどうしたらいいかっていうと、今この3つの、項を取り除きましたから、そういう非連結化集合があることから、この E 系変連結度、あ、項連結度は3以下だということがあります。もしかしたら3よりも、要素数の小さい ST、この間が E 系、項、E 系非連結化集合があるかもしれない。よく私も言い間違えるんです。いけないですね。E 系非連結化集合があるかもしれない。実際あります。例えば、この2つのですね、項を取り除くとやっぱりいけないので、要素数2のものもあると。わかりますし、もっと小さくですね、要素数1の、これだけですね。これ取り除いちゃうと K にいけないんで、実際は、この E 系項連結度は1であるということが言えます。まあ、0で、ないってことはまた別の形で言えるんですけども、実際この項連結度、E 系項連結度は1になります。はい。いいでしょうか。
で、この局所的なリンク故障体制を表す数値である SP コ連結度が定義できたら、帯域的なもの、つまり帯域コ連結度も同じように定義できます。それは、その前にすみません。先ほどの注意の関連するものがあって、ST の順番が重要ですよ。だからこの順番が変わると、この、ST コ連結度と TS コ連結度が異なる数値になることもあり得ます。これは実際の例ですね。B と H と見てみると、BH の順でやると、これ、コ連結度なんだけども、HB の順にすると、コ連結度が1になります。ということになります。はい。で、帯域的なのも次ですね。すいません。順番が良くなったですね。帯域コ連結度は、この ST コ連結度の最小値、S と T の選び方による最小値です。はい。つまり、ST コ連結度の最小値ですね。先ほどの、向こうグラフの場合と定義が同じだと思ってください。はい。で、それで、K コ連結といったら、この帯域的なコ連結度が K 以上であること。これも、向こうグラフの場合の定義の仕方と同じだと思ってください。で、向こうグラフの場合と同じように、その階層的な形になっているということになります。まあ、ここら辺は同じだと思ってください。性質として同じような。ものが成り立っていると思ってください。はい。で、ここまでが、個の話だった。こちら、リンク故障体制の話だったんですけども、次にするのは、濃度故障体制ですね。で、その時に出てくるのは、やっぱりこの ST 分離集合です。ですね。で、先ほどと同じように、向こうグラフの場合と同じように、この S と T っていう異なる頂点を考えるんですけども、S から、t に向かっている子、つまり s を始点、t を終点とする子があったら、その他の頂点をどのように取り除いても、s から t に向かっていくという行動がなくなることはありませんから、こういう状況は考えない。つまり s と t、st っていうのが a という個集合には、の要素として含まれていないってことを仮定します。で、その時に st 分離集合といったら、その、頂点部分集合をグラフから取り除いたときに S から T への有効度を存在しない。つまり S を始点、T を終点とする有効度が存在しないわけです。例えばこの H という頂点部分集合は C、I 分離集合です。この H を取り除くと G、あったかの H が。あとですね。これを取り除くと C からどうやって頑張っても I にたどり着けないということになります。先ほどと同じように、これ取り除いたとしても I から C にはいきます。ですから、だからその、この、やっぱこの順番が重要だってことは、非連結化集合の時と同じになりますので、それを注意してください。はい。で、これが定義できたら、次に定義するのは ST 点連結度です。で、これは ST 分離集合の要素数の最小値です。で、これまたこのカッパで表します。ですね。はい。で、ST 個連結度の時と同じように、この S と T の順番が変わると、この ST 点連結度も、点連結度も値が変わるかもしれませんので、それは注意してください。はい。で、同じように、帯域点連結度も定義しますけども、これは、また先ほどと、完全グラフの場合も、ちょっと、除外しなきゃいけないわけです。で、完全グラフ、有効グラフ、有効完全グラフは何なのかっていうことは、これちゃんと定義してないんですけども、まあ、完全グラフだと思っているのは何かっていうと、どの、二頂点間にも、頂点間にも、どの異なる二頂点をとっても、一方を始点、もう一方を端点、終点とするような子が存在するっていう状況だと思ってください。ただ、これ今、それが来ますけども。こういう感じですね、ちょっと。こういうのを有効感じるだと思ってくださいということを今書きますけども、これは書くのが難しいですね。こういうのをちゃんと前もって、準備しておかないといけないですね。こういうことですね。どの異なる頂点を見ても、一方を始点、もう一方を終点とする子が存在するというのを、まあ、有効完全グラフと思いましょうと。で、そういうものが、やっぱり、例外として、除外するというか、普通のこの、今このカッパー G という帯域点連結度を定義するときには、この、ST 点連結度が定義されているような ST に対して、最小値を取るってことをするんだけども、こういうその、どの二頂点間にも、その、両向きの個があるような、
グラフに対しては、このカッパ GST がどの ST に対しても定義できないので、その時には別扱い。それがこの一覧のところですね。で、どう定義するかっていうと、それは頂点数の値と定義するっていう、定義の仕方は、向こうグラフの完全グラフの場合とは変わりません。この数値ですね。これは変わりません。ですから。ので、まあ、この定義にね、ちょっと注意をしてください。だから、こうではない場合、その、どこかに、その、ST 天面列とは定義できるような S と E がある場合には上、意識を使うと思ってください。はい。が帯域天面列ですね。で、帯域天面列とは定義できたら、やっぱり、K 点連結であるという性質が定義できます。そうですね。K 点連結である。とは何かというと、カッパ G が形状であると。ですね。で、先ほどまで言っていた、その、向こうグラフにおける性質であるとか、有効グラフの変連結性に関する性質も、まあ、ここで、この点連結性には受け付かれています。その階層的になっているところですね。なりますので、それは、ここで補足します。はい。さて、もう一回、有効グラフに対する用語を、ここに並べてますけども、まあ、基本としては、先ほどの向こうグラフの場合の、にはこの子がですね、変だったんですけども、まあ、それが子に変わっただけだと思ってください。で、同じ、用語を使ってると思ってください、大体。で、やっぱりもう一回注意しておきたいのは、この S と T の順番は、この有効グラフにおいては非常に重要な役割を果たすということです。それは注意してください。はい。これが、定義になりますね。ここまでずっと定義しかしてないんですけども、いいでしょうか。たくさんの言葉の定義があって、ややこしいんですけども、まあ、まず、この定義になれるということが重要かもしれません。はい。では、続いてですね、今言ったこの連結度ですね、点連結度、変連結度に対する相対性があります。相対性っていうのは今までもういくつか挙げてきたんですね。ちょっと書いてみると、相対性と言っていたのは、例えば最大マッチング。と最小頂点起伏ちょっと場所が足りませんここで変えますと最小頂点起伏起伏起伏これまた見て書きますと最小頂点起伏の間の相対性って話もしましたし、最大 ST 流と最小 ST カットの相対性って話もしました。で、今回ここで扱う相対性というのは何かっていうと、連結度と、まあ、互い因素の道ってのがあるんですけども、だってですね、連結度っていうのは今言ったみ、今までこう定義してきたみたいに、例えばその変連結度の場合には、取り除くことによって、全体を非連結にする、連結でなくすような、変部分集合の要素数の最小値を考えているわけです。だから気分としては何かを最小にしてですね、その、取り除く変の数を最小にしてですね。だから気分としては、この最小なんとか、こっちの方に、まあ、似てるというか、まあ、そういうものですね。何かを最小に、最小、にしたい。なんかその、先ほどの初めの方で言ったそのテロリスト的な視点なんですね。視点では、その攻撃する辺の数を最小にしたい。って感じなわけです。じゃあそうすると、それになんかこの対となる、最大にしたいものっていうものが実はあるんじゃないかというふうに考えるわけですね。で、それが、この互い因素の道になります。で、まあこれが何なのかってことを、障害するっていうことと、この、メンガーの定理っていうのがあるんですけど、これは実は、競争追性です。競争追性です。競争追性って何だったかっていうと、これ最大マッチングの最小頂点起伏、最大 ST 流、最小 ST カットの場合には、例えばこの最大 ST 流と最小 ST カットの場合には、最大流の値と最小 ST カットの容量が必ず等しいということが言えました。その必ず等しいっていうふうな言い方ができるのが競争追性です。で、メンガーの定義の共通知性です。必ず等しいというか言えます。その最低マッチの最小頂点比率の場合には、要素数が必ず等しいとか言えなかったわけです。要素数の場合は、この
不等号があって、まあ、この不等号は弱相対性と呼んでいるものだったんですけども、実際、弱相対性は何ですけども、強相対性、イコールが何ですかどうかと言われると、この最大マッチ、最小調停 F の場合には成り立たない場合があったわけです。ただ、まあ、2部グラフの場合には成り立つってことを、まあ、前々回かな、やったわけです。で、もう一回言うと、連結度の場合には、連結度はこの最小の方に対応していて、それに対になるのが、この互いにつなぐ値なんですけども、その間には競争対性が成り立ちます。で、その証明に、この最大流と最小カットの関係が使えるという形になります。これでそれを紹介していきます。で、今からやるのはもう、簡単に言うとこれです。ST 個連結度の計算を最小 ST カット問題にしてモデル化するってことをします。で、もう、この高連結度っていうふうに言ってますから、今から考えるのは有効グラフです。で、無効グラフの場合の話とかも、もちろんあるんですけども、まずは、有効グラフの高連結度の話をしていきます。で、それは、今言ってるような感じで、最小 ST カット問題にしてモデル化できます。で、このモデル化は割と素直です。なのでですね、最大流問題とか、その最小 ST カット問題を使ったモデル化っていうのをやってきたんですけども、このモデル化はかなり素直です。かなり素直なので、今までのモデル化のことを思うと、まあ、拍子抜けするかもしれませんけども、まあ、これ重要なので、まずやっていきます。で、弱眼ってどういうふうに思うか。今ですね、この2つのバツがついている個、これは ST 非連結化集合です。ST 非連結化集合。だからこの2つの項を取り除くと、結を始点として T を終点とするような有効度がなくなります。だからこの項を除去すると、S から T に行けなくなります。そうするとですね、出ましたね。今、この緑色で書いたところ、これ、何かというと、この赤の項を取り除いた後に、S からたどり着ける部分、この矢印ですね。項を使って、項をたどって、たどり着ける部分を持ってきます。そうすると何が言えるかっていうと、今、赤い項を取り除くと、S から T に行けなくなるわけだから、その S からたどり着ける、この赤をですね、この二つの項を取り除いた後にたどり着ける頂点を全部集めていくと、それは S は含むけど T は含まないっていう頂点部分集合。それが今までの言葉で言うと、ST カットなんです。ですか？いや、こうです。で、なおかつ、今この2つの項を取り除くっていうふうに言ったんですけども、この取り除く辺は、ちょうど何に対するかっていうと、この今作った ST カットから出ていってる辺になります。そのカットから出る個が、この除去した項になってるんです。つまり、今この2つ、項を取り除いてるんですけども、それは何かというと、この ST カットから出ているこの数になるので、何を考えるかというと、このグラフの全ての項に1という容量を与えます。そうすると、この今考えていた ST カットの容量というのが計算できます。容量っていうのはそこから出ていくこの容量の和でした。そうすると、今、二つ項が出ていっているので、この ST カットの容量は2になります。2になります。つまり ST カットが出ているこの数と、今考えている ST カットの容量は等しいことになります。ですか？つまり、戻ると、この ST 非連結化集合を取り除いた後に、その S から確認しているところ、だけを見て、その出てるところを見ると、その出てるところもまたST 非連結化集合になっていて、それがこの考えているカットのようになるということで、それは全ての個に1という要請がそうなると。つまり、最初 ST カットの容量を考えると、そこから個連結がわかると思います。何かというと、この今、もう一度書くと、この全てのここに1という容量をつけて、そこから最小 ST カットと考えると、そこからこの2つの個が、を取り除くといけなくなるということが分かって、それの中で一番容量が小さいものを考えると、取り除く
この数が一番小さい ST ヒリング差集合が分かるということになるわけです。いいでしょうか。本来は、ちょっとここに書いてあることは証明しなくちゃいけないんですけども、ここではイメージでお伝えするという感じになります。で、実はですね、割とこの証明は、ちゃんとやろうとするとややこしいです。ちゃんとやろうとするとややこしいんですけども、まあこういうイメージでお伝えするという感じですね。で、それをもう、使って難しします。つまり何かっていうと、今までもですね、その、まあどういうグラフを考えて、そのグラフの上で、どういうその、容量をここに与えるのかってことを考えるというふうに言ったんですけども、この考えるグラフが、元のグラフそのまんま。で、容量を忘れてもここに1をつけます。という形で、もうモデル化はおしまいです。で、先ほど言った通り、最小 ST カットを見つけたら、その最小 ST カットが出ていっている個の集合を見ると、それが予想数の一番小さな ST 非連立化集合になります。で、実際じゃあこの場合計算するとどうなるかっていうと、まあ、こんな感じになると。今これは先ほどのこの ST カット、これ実際最小 ST カットになります。で、この赤の方で書いているのが、これが、最大流です。最大流。で、このグラフの場合は、今言った通り、最小 ST カットという範囲で、ここに書いてある ST カットの容量は2です。ですかね。で、この赤で書いてあるところは何かっていうと、これも、これ ST 流なんですけども、この ST 流の値はいくつかっていうと、2ですね。だって、赤い ST 流は最大 ST 流であり、緑の ST カットは最小 ST カットであるということが分かるわけです。いいですか。という形で、最小、要素最小の ST 非連結化集合が分かって、つまり ST 個連結度は2であるというふうに言えるということになります。ここまででしょうか。で、そうすると、今ですね、この ST カットの方が、非連結、非連結化集合に対応するというふうに言ったんですけども、じゃあこの ST 流の方は実際この何に対応するんでしょうかと。今このこういうモデル化したものの上では ST 流なんですけども、もともとこの容量なかったんです、このグラフには。だからその容量なかったところでは ST 流はどのように解釈できるのかってことを今から考えます。ですね。ST カットから出ていく個が個連結度を与えるので、じゃあ ST 流は何に対応するのかと。で、そうすると、今ですね、このように作ったグラフというかネットワークですね、において、すべての個の上の容量は1なんですね。1なんです。そうすると、まあ、この ST 流として、すべての個に流れる量が、整数である。ごめんなさい。最大 ST 流として、最大 ST 流として、すべての個の上に流れている量が、整数になっているのが存在するというか、整数流定理があったので、そうすると、それを使うと、この今最大 ST 流として整数流であるものが考えられて、そうすると、その時の流れてる量っていうのは必ず0か1なわけです。0か1に流れられませんし、容量制約から2とか3とか流れられないので、0か1になります。で、そうしたら、どういうことが起きてるかっていうと、この、ある頂点があって、1流れてきたら、1出るかもしれないです。そうすると、まあ、S から、まあ、何単位かこう流れてるんだけども、まあ、1流れてるとしたら、その1流れてるのが、どん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 こう繋がっていって、最終的に T に吸い込まれてる。だから、こんな感じになってるわけです。まあ、上の例で言うと、この S から、横に1単位、下に1単位出てるんですけども、横に出てる1単位っていうのは、1がこうずっと連なっていって、T に流れ込んでる。で、下に行ってる、S から下に行ってるのはどうだったかっていうと、下に行ってから右に行って、上に行って、こうかな。こんな感じで T に流れてる。
で、この形で位置だけ流れている項をずっと辿っていくと、それは S を始点として P を終点とする道になるわけです。1、1、1、その途中でこう分岐しませんから、分岐しませんから、必ず S を始点として T を終点とする道になるわけです。で、今それが、この最大 ST 流の値が2なので、そういう道が2つあるわけです。この上を通っている道と下を通っている道と。そういうふうに解釈できます。この整数流が。これですね。上と下。今言ったのは、この位置だけ流れている子だけを見ると道が構成できます。で、道の数が、この最大 ST の値と等しくって、先ほどの最大に最初から解ける競争中性から、それが ST コレンゲスに等しいということになるわけです。ですか。つまり、このような道の数っていうのが、実は、こう、電気活動に対応しているということになります。で、これ何を言ってるかっていうと、そういう道を、そういう道ですよ。S から T に向かっていくような、こう、道ですね。S を始点として T を終点とする道っていうのを、今、こう、2つ取ってるわけです。で、最大流にこれ対応してるわけだから、そういう道をたくさん取ろうという問題が、先ほどのそのモデル化した時の、最大流問題における解釈なわけです。解釈なわけです。だから、この元々のグラフにおいては、この S を始点として T を終点とする、道っていうのをできるだけたくさん取っていきましょうということを考えることになります。ただし、そのような道っていうのは、この1つ、2つ取ったら3つ目の道っていうのは、今この使っている道と同じ項を使ってはいけないということになります。例えば、今この S からスタートしてですね。色が違ったすぐ、そうですもん。S、あ、これ見えないですね。S から、ああ、ちょっと消えない。S からスタートして、こう F に行って、D、G、なんかこういうふうに、こういう道もあるわけです。そうすると、この青の道2つと、この紫の道1つで、合計が3つ道があって、3つ道が取れるなって思うんだけども、この3つ目の道っていうのは、この下に書いてある、この青い道と、項を共有してるんです。で、項を共有してしまうと、最大流の見方で言うと、この項を共有しているところでの、その流れの、流量が2になってしまうわけです。2になってしまうわけです。しかし、そこの容量は1だったので、これは許されないわけです。最大流問題においては。つまり、道をたくさん取りたい。S を始点、T を終点とする道をたくさん取りたいんだけども、そのようにして取った道同士が同じ項を共有してはいけないっていう制約があります。つまり、もう一度言うと、同じ項を共有しないような道をたくさん取って、考えたい。っていうのが、この ST 根連結度の裏側にある最大流問題から得られる、この、なんだろうな、容量のないグラフにおける問題になってるわけです。ですか。だから、この、今までこの流すと考えていたものは、この容量がない状況においては、道をできるだけ多く選ぶっていう問題に対応してるということになります。で、そう思って書いたのが、このメンカーの定理です。今言った通り、このネットワークにおける位置だけをたどっていくと、項を共有しない道がたくさん取れます。で、その作った道の数の最大のものが、このグラフの ST コ連結度になりますよということを今証明したつもりです。で、それがメンカーの定理です。もう一度言うと、こういう有効グラフがあったときに、S を始点、T を終点とする有効度で、項を共有しないものの最大数がこの場合2つですね。3つ取りません。3つ取りません。で、それが ST コ連結度に等しいですよ、ということを言っています。で、もう一度言うと、この左側の方は何かを最大にしようとしています。右側の方は ST コ連結度ですけども、これは、ST 非連結化集合の、要素数の最小値です。ちょっと場所分かんないですね。要素数の最小値です。
これ定義ですね。だから、左の方が、この最大にしようとしていって、右の方が最小にしようとしていって、ね、いいですか。だから、これは、やっぱり、相対性を表しているような式になっているんです。いいですか。でそうすると、この ST 個連結度を定めようと思うときには、この、道を取るということを使うことで証明ができるということなんです。で、じゃあその例を見てみましょう。あ、そうなんですよ。面が入っているのは人名です。カールメルマーさん。で、例えば、今、この例ですね。このグラフにおいて、ST コ連結度は何でしょうというふうに聞かれたら、まずこの、一つ ST 非連結化集合を見つけると、ST コ連結度はその要素数以下だということがわかります。ですね。もしかしたら、この要素数が2よりも小さい ST 非連結化集合があるかもしれないです。一方で、赤いですね。この SS から T に向かっていくような有効度で、こう共有しないものが2つ取れます。言ったら、そのことから ST コ連結度は2以上はわかるということになります。で、この2つを合わせて ST コ連結度は2であるということがわかるというふうに結論付けられるわけです。よろしいでしょうか。はじめの方で、その ST コ連結度の定義をしたところで、実際にこの場合の ST コ連結度は1ですよとか2ですよとかっていうふうに言ったところがあったんですけども、なんでそうなるのかってことは、このような、この道を取ってくるっていう考え方をすると、実際に証明できるということになるわけです。よろしいでしょうか。はい。で、ここまでは、コ連結度の話でした。で、今からやりたいのはですね、ちょっとここから、また話が余計にややこしくなるんですけども、点連結度、有効グラフ版の話をしていきます。ですね。で、それも最小カット問題として、最小 ST カット問題としてモデル化できます。でですね、これはちょっとややこしいです。で、なんでややこしいかっていうと、先ほどのその、コ連結度の場合、あ、まず、考えている状況は有効グラフです。無効グラフの場合もあるんですけども、無効グラフの場合はその後で話をします。有効グラフの場合があって、で、話をするんですけども、で、この場合はその S と T があって、この、まあ、A っていう頂点だけを、考えると、この A っていう頂点が ST 分離集合になってまして、さらに、ST 分離集合の中で一番要素数が小さなものになっています。だから ST 点連結度、まあ、この場合1なんですけども、今度はですね、この、濃度故障なので、先ほどみたいに、その ST カットとですね、そこから出ていく子とですね、それを壊すってことはうまくこう対応できないんですね。この頂点を壊すと言ってるんで、だからちょっと工夫が必要になります。で、その工夫を説明します。で、それ今言ったことこれですね。で、その工夫って何かっていうと、グラフに操作を施しておきします。これはちょっと、まあ、知らないとできないかもしれないですし、まあ、これ、まあ、思いつく場合は、思いつく人は思いつくかもしれないんですけども、まあ、難しいかもしれないんで、まあ、お見せします。どんな感じか。で、考え方、行う操作を分かってます。何かっていうと、元の、有効グラフがあったら、ここに書いてある操作を S と T 以外の頂点に対して行います。で、どういうことかというと、V という頂点があって、そこに今、いくつかの子が入っていって、いくつかの子がこう出ていっていると。というときにどうするかというと、まずこの一つの頂点を二つの頂点に分けます。今は V という頂点があったら、これ V マイナスと V プラスという二つの頂点に分けていると思ってください。で、V マイナスから V プラスに向かって、こう引きます。で、その子の容量は1にします。で、V マイナスには入ってくる子があるんですけど、これはもともと V に入ってきていた子をそのまま書いていると思ってください。で、V プラスから出ている子が、この場合2つあるんですけど、それがもともと V から出ていった子がそのまま書かれていると思ってください。で、もともとあった子の容量は無限になります。まあ、すごく大きな整数だと思ってください。ですか。で、これをやります。で、実際にこれやったのが下の図です。で、どういうふうに見てほしいかっていうと、例えば A っていう頂点がこう右側、左側にあったら、それがこの操作によってどう変わったかっていうと、ここですね。こう見てほしい。今が V が
V マイナスと V プラスに変わったら、その A が A マイナスと A プラスに変わりまして、もともと A には2つ個が入ってきていたので、それがまあ S と C から入ってきていると。で、A から B に出ていると。この話ですね。だから、B の部分がこの B に対応していって、ちょっと色変えましょうかね。ちょっと色変えまして、C の部分が C に対応して、で、D の部分が D に対応して、まあ、こういう感じですね。ですか。マイナスの方に入っていって、プラスの方から出ていってる。そういう形になってる。ですか。いいですか。じゃあちょっとこの下の方、これにちょっとなんかその入り組んでるような感じしますけども、こういうふうになってる。ですか。で、この右のように作ったグラフの上で、最小 ST カット問題を解きます。最小 ST カットを見つけます。そうするとどうなるか。で、まずこの変換をします。で、その最小 ST カットはどんな感じになるのかというと、まず、その無限大という子はたくさんあるわけです。で、そういうような子が、その最小 ST カットが出てしまうことはないわけです。そうすると、その、容量は無限大になっちゃいますから、そういうことはない。だから、最小 ST カットが出るこの容量は全て1である必要があります。で、そうすると、まあ、こんな感じ、例えばですね。これ、実際にこれ計算すると、これ、最小 ST カットになるんですけど、その場合は、この A マイナスから A プラス出ていってる、この子だけが、その、今考えている ST カットの容量に引いていて、この考えている ST カットの容量は1になります。で、この1という子は、もともとのグラフにおいては、これ、頂点に対応しているというふうに見えるわけです。なんでかっていうと、この今、1っていう容量を持っている子っていうのは、ある一つの、頂点に対応するところの、を分けたマイナスとプラスの間にしかないわけです。だから、この1という容量を持つ子が、この今考えている ST カットの外に出ている、場所にあるときには、それは元のグラフにおける一つの頂点に対応しているということがわかります。で、今、この1という子が容量以下1なんですけども、それを、に対応する頂点を組み抜けば、この1という、部分を通ることが、この模倣できていて、つまり、この A という頂点を取り除くことによって、S を始点として T を終点とする道が元のグラフによってなくなるということがわかります。ということで、こちら側の、に作ったグラフと、容量に対して最小 ST カットを求めると、その最小 ST カットから出ていっている項の容量はどれも1で、それは頂点に対応していて、その頂点を全て取り除くと S から T に行けなくなる。つまりその頂点の集合が ST 分離集合になりますということになります。しかもそれは最小 ST カットだから、取り除く頂点の数は最小になって、そこから ST 点面結度が分かりますということになります。いいですか？はい。で、実際に、まあ、この例の場合には、この容量1の ST カットが最小 ST カットで、まあ、それに対応するというか、ちゃんと値が1であるような ST 流もあります。つまり、この左側の ST 流は最大 ST 流です。いいですか。という形で、ST 点面結度は計算できます。でしょうか。ではですね、先ほどの交連結論の時と同じように、今ですね、この ST カットが、この ST 分離集合に対応するってことは分かったんですけども、じゃあその見つかったこの赤い ST 流が何に対応するかということを考えたい。で、そうするとですね、実は、またこの整数流定理と容量の決め方から、どの項の上を流れている、流量も0か1になっていけないということが分かります。で、これはちょっと注意が必要で、なんでかっていうと、無限大があるからです。無限大と容量を持つ個の上には、まあ、実質上、どんだけでも流せるわけですけども、そこに入っていってる、この無限大っていう個が、容量の個があるんですけども、その前と後ろの個の容量、これ必ず1なんです。だから、整数の量が、この、ただ A プラスに入ってくるとすると、それは、まあ、1か0なわけです。だから、それを見越して、この無限大という容量を持つ、この
上に流れる量もやっぱり0か1しかありえないということになります。ただ全体としてどの項を見てもここに流れている流量は0か1になるということになります。でそうすると先ほどと同じように1のところをずっと辿っていくとすれば1になるわけです。でなおかつそれは例えばこの C マイナスに入っていったら必ずその次に行くのが C プラスになります。いいですか。なので C マイナス C プラスまで来たら、まあ、次別の頂点に行くんだけども、そしたら A マイナスに行ったらそれを次に必ず A プラスに行きますという感じで、この最大流を分解した時にできるこの道一つ一つは元のグラフの道の頂点をどのように辿っていくのかってことをちゃんと教えてくれます。でそうすると、先ほどと同じ考え方をすると、この、例えば、その、今、この場合はですね、ちょっとこの例があんまり良くなくって、その、値が1なので、この道が1個しか取れないんですけども、例えば、値が2であったとすると、まあ、このような道が2つ取れるわけです。どっかから別のところ。だけども、この2つの道っていうのは、この1という容量の項を共有しません。そうすると、その項の上に流れている量が2になってしまって、容量制約を満たさないから。だから、この道が、まあ、この S から T に向かっていくつかあるかもしれないんだけども、その時には、この容量1の項は、それらの道は共有しません。でそれは、もともとのグラフにおいて見てみると、このようにその S から T に向かっていく、道があるんだけども、それはどの頂点も共有しないということになります。S と T 以外のどの頂点も共有しないということになります。ですか？ということで、S と T 以外の頂点を共有しない道をできるだけ多く取るという元のグラフにおける問題が、この今作った最大流問題における S から T に向かっていくその道と対応して、そういう道をできるだけたくさん取りたいという問題に最大流問題になっているというふうに解釈ができるわけです。だからこの場合も、その、流すってことと、道を選ぶってことが対応しているということになります。で、今言ったことと、最大流最小カット定理を組み合わせると、何がわかるかというと、これですね。S を始点として、T を終点とする有効度で、頂点を S、T 以外共有しないものの最大数が ST 連結に等しいということが言えるということになります。よろしいでしょうか。この ST 以外頂点を共有しないことが重要です。先ほどの個連結度の場合には、個を共有しないというふうに言ったんですね。だからその共有しないものが変わってくるわけです。それがまあその点連結度と個連結度の違いになってくるというふうにも言えるわけです。でこの場合はまあ1個しかないので、ちょっとあんまりイメージがわからないかもしれませんけども、まあ、演習問題を見てみると、まあ、もう少し高い ST 点連結を実際に考えてもらうというものがあるので、その時にこの考え方を使ってもらうといいかなというふうに思います。だから、相対性のような考え方でやると、これですね。例えば、頂点数1の ST 分離集合が見つかったら、ST 点連結が1以下だとわかるし、ですから T に向かっていく有効度で、S と T 以外に頂点を共有しないものの最大数が、S と T 以外に頂点を共有しないものが1つ見つかったら、そこで ST 点の密度は1以上と分かるということになって、この2つから ST 点の密度はちょうど1であるということが言えるということになるわけです。よろしいでしょうか。もう一度言いますと、この例はこの1個しかね、道がないから、あんまりよろしくない。ですけども、まあ、この考え方を使えるということです。で、これは何がいいかっていうと、先ほどみたいに、最大流問題とか最小 ST カット問題に変換しなくていいわけです。変換しなくても、もうそのグラフだけを見て、その、上階とか階を与えるような ST 分離集合と、この S と T 以外に頂点を共有しない位置をたくさん取っていくという問題を考えればいいということになりますので、この方がまあ考え方としては簡単になるわけです。いいでしょうか。だから、いちいち今、最大流問題とか最小 ST カット問題に変換する必要はないです。はい。まあ、ただ、その実際にどうやって見つけたらいいのかとかって言われると、それは、まあ今のところは、最小 ST カット問題に変換して解くということになります。でも、目の子で見つけられるのは、それでも構わないということになります。
で、今はですね、向こうグラフの話をしたんですけど、実は、向こうグラフでも今とは成り立ちます。で、一応、まあ、書きますと何だというと、任意の向こうグラフと任意の ST に対して、ST 変連結度というのは、S と T を端点とする道で、辺を共有しないものの最大数です。だから、ここは、その向こうグラフバーになってるわけです。ですね。だから、これ辺ですね、特に。で、点連結度版の場合には、ST 点連結度は、S と T を端点とする位置で、ST 以外に頂点を共有しないものの最大数ですね。これも、見た目は同じです。で、もう一個注意があって、この高連結度、有効グラフの高連結度、点連結度を与える定理、向こうグラフの辺連結度、点連結度を与える定理。これ全部メンガーの定理と呼ばれます。で、大体、メンガーの定理と呼ばれるものは、これなんですけども、その4つのメンガーの定理は、全部メンガーの定理と区別されずに呼ばれてるんだけども、内容がちょっとずつ違うので、注意をしてください。だけども、そのメンガーの定理は、どのようなグラフ、どの、ような故障体制についても使えるので、まあ、その点がありがたいと思います。で、向こうグラフの場合は、実は有効グラフの場合の、メンガーの定理を使うと割と簡単に証明できるので、演習のお願いします。いちいち、なんだろう、最初、ST カット問題に、としてモデル化するんじゃなくて、有効グラフの場合の結果を使うと、向こうグラフの場合、割と簡単にできます。はい。で、じゃあその向こうグラフの場合の、実際にその ST 連結度、実際に、これ計算されているんですけど、例えばこの場合、C と J っていう、頂点が、じゃあ CJ 辺連結度いくつでしょうというふうに言われたら、CJ 非連結化集合として予素数3のものが見つかったら、そこから CJ 連結度は3以下だとわかります。もしかしたらもっと予素数が小さい、CJ 非連結化集合あるかもしれない。基本今のところわかんない。でも一方で、C と J の間を結ぶ道で、辺を共有しないものが今3つ取ります。1、2、3。注意してほしいのは、この H という頂点は、この緑色の道と紫の道で共有されているんだけども、どの辺も共有されていません。辺は共有されていません。それを3つ取れているので、そのことから CJ 辺連結度は3以上だと分かります。そうすると、CJ 辺連結度は3以下であり、3以上だから、つまりイコール3です。ということが言えます。ですか？これは、辺連結度の方です。で、同じように、点連結の方を見ると、CJ 点連結度を組まれたときには、この2つの頂点を見ると、この2つの頂点に取り除くと、C と J を結ぶ道がなくなるので、CJ 分離集合として要素数が2のものがあるということがわかりますから、CJ 点連結度は2以下になります。一方で、C と J を結ぶ道として、CJ 以外に頂点を共有しないものが2つあります。で、CJ 点連結度が2以上だということが、この2つの道からわかります。そうすると、CJ 点連結度は2以下であり、2以上であるので、イコール2であるということがわかります。まあ、こんな感じで相対性使ってほしいということになります。よろしいでしょうか。はい。では、今日のまとめをします。今日はそのグラフの連結性に関して、まあ、初めの方でいくつか定義があったんですけども、まあ、ややこしかったかなという気はしますけども、何度も言ってるんですけども、そういう用語とかですね、まあ、まず覚えようとはしないでいますね。覚えようとはしないで、まあ、そういう用語があったなっていうふうに、まあ、ちょっとその記憶の片隅に添えておいてもらえれば、忘れた時にもう一度調べてもらうことで理解が進むと思うので、まあ、そんな形で、付き合ってもらえればいいかなというふうに思います。で、後半でやったのは、メンガーの定理ですね。連結度の計算っていうのは、実際は最小 ST カットを問題としてモデル化できますし、まあ、その中でメンガーの定理っていうのを使えば、その最小 ST カット問題に、モデル化しなくても、表相対性というものがあって、それを使って、辺連結度とか、点連結度、あるいは高連結度っていうのがわかるという話をしました。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。